朝ナインの覚え方。さあ、朝ナインちゃんは2万3000語レベルですか、これは。そうね、英検級に出るかね。出ないね出ないね、こんな単語ね。けどね、やたらニュースで使われてるじゃないですかね。もう本当にもうダメだ、もうダメ、もうやる気出ない。もうこんなもんね、もうたとえね、ネタに困らないとはいえね、もう精神に限界が来ました。再生されなさすぎて、ネタには困んないし、まあ少なくともね、少しぐらいは意義あるでしょう、他の YouTuber と比べてね。なんつったって教育系ですからね。しかもあれですよ、もう素人相手に金巻き上げるような教育系じゃなくてね、もうあれですよ、もうゴリゴリのゴリゴリのね、あなた方の大好きね、あの学のあるネイティブちゃんですか。もう学のあるネイティブちゃんが使う言葉ですよ、こんな2万3000語っつったら。そういうおばかだね、毎日ご紹介しようっつってね、頑張ってきたんですけれどもね、もうダメです。もうあのケツの穴から血が出たからストレスで、もうドバドバ出てね、もうしょうがないから、もう結局病院行くじゃない。でこうこうこうで YouTube こうでこうでこうでこうなんですっつったらね、こうこうもう開口一番ね、もう医者が開口一番、あ、これ生理ですねっつったおめでとうございますって言われました、本当に。でね、親もね、今日はお赤飯炊きましょうって言われましてね、あまりにもね、 YouTube が再生されないとね、おっさんでも生理になるらしいですよもうナプキン買わなきゃもうこういうこと言ってるとね、怒られますからね。少しはちょっと例文をご紹介しましょうか。そうね、この中で、まあ印象深いっつったらね、やっぱこれですか。This is asinine just like アベノマスクってね、もうこれだけでわかるよ素晴らしい例文だな、これだけでアサナイの意味がわかるぞっつってね。まああるいはね、これもそうですか。As for the hair must be black. Who in the hell かね、これね、多分ヘルだね。Who in the hell come up with this asinine rule ってね。これもそうですね。我々のね、国土である福島ちゃんが外人にディスられてるっつってね。何ですかこれは。どっから読めばいいかな。まあ、全部読む。I truly wonder where you might be them live when you can start nuclear plants after something so asinine as Fukushima つってね。もう福島ちゃんみたいな asinine なことが起こったっつうのに、原子力発電所再開すんのっていうことでしょ。で、残り二つはなんだ、リディキュラスと、イマーチャーか。イマーチャーと使われるような単語ですよとかね。何ですか、イレーショナルみたいな、イレーショナルと一緒に使われるような単語ですよ、つってね。もうこんなん解説したところで誰も見ないよ、つって。そもそも2万3000語レベルのもう単語なんか覚えなくていいよ、アホは、つって。朝ないんで。まあ、アスでね、ロバっていう意味がありましてね。それで、ロバのようなとかね、もう咳が出ますよ、本当に。展示前で愚かなですか、もう本当に。なんでロバが転じて愚かなになるんだよ、つってね。ロバディスんじゃねえってことでしょ、もう本当に。まあ、ケツの意味でアスは知ってたけど、ロバでアスってあるんだね、つってね。もうそれがそもそも勉強になるよな。ロバでアスって言うんだ、つってな。もう、じゃあもうこれでいいじゃん。ロバがアスなんだ、つってね。で、ロバみたいな、つって。ロバって愚かなのかな、とかね。つって。ロバって愚かな動物なの、つってね。ヤギとかじゃなくて、とか。羊とかじゃなくて、つって。もうだからある程度なんですか、ちょっと強引に覚えないといけないんですか、けど覚え方言うのやだな。もう覚え方言うのやだよ。もうどうせ再生されないんだもん。もうだからあれだ。昨日動画休んじゃったんだけど、昨日動画休んじゃったね、理由をお話しします。もうなんか2000人いったらなんか劇的に伸びるかなとか思ってもさ、なんか全然伸びないのよ、2000人いったところで。むしろ減ってるしね、なんか2000人にいったのにもかかわらずなんか。
もうそれでさ、もう、うわーとか、もうまたテンションが落ちちゃって昨日。でもまあいいやつって、じゃあとりあえずちょっと TikTok 見てね、市場調査でもするかつって。同業者はどんなことやってるか市場調査しようつってさ、TikTok、あ、TikTok じゃねえや、Twitter 見てたのよ。そしたらさ、もう見て、これ。ほら、もう1万8000回表示されて118いいねで。で、何やってんだろうって言ったら、タンク中にまつわる公開。覚えられないのはダメなことという考え。ね。英検1級に必要な語彙は1万から1万1000。私も語彙は1万3000語で1級持ってるが、今日勉強した単語は10問中9問×。×が多い分だけ伸びしろがある。落ち込まなくて大丈夫。知らない単語が多いイコールあなたの挑戦が多い証拠、一緒に頑張ろうとか言うもんだもん。なんかもうしょうもない語。しょうもないキリツイートしてんなっつって。でね、これでね、なんかコメントが9件もあるぞっつって見たらさ、ほら見てよ、ほら、勇気もらえますだな。で、デイスキーせんで天狗権利ゲチです。ゲチですぐすぎますっつってな、なんかうっさんくさいとかコメントしてんの。もうなんかもうね、英語弱者の教育物語とかさ、もうなんか管理方法がすごいですだな、ほんとにもなんか。海外大好き英語コーチさん。ワーホリかける英語。もうなんかうっさんくさいやつ多いな。まさに英語コーチ。というか、辞典攻略コーチ。もうなんか、もうほんとなんかさ、うわーとか思って。なんか俺が1日50円で頑張ってるっつうのに、こいつらなんか素人から金巻き上げ、金巻き上げやがってよ、つってね。で、どんな風に管理してるんだろうって言ったら、もうただわかんない単語をエクセルに打ち込んだだけよ、これ。もう本当に舐めてんなとか思って。で、まあ確かにね、確かにまあ見慣れない単語だなとか思って、まあとりあえずまあちょっと、エンテリックつって。もう私なんかエンテリックでね、もうパソコンで管理してますからね、エンテリックっつったらもう自分が作ったフォルダ出てくるんですよ。そんでこう横見るとね、あ、2万6000語か、つって。じゃあ知らねえよ、つってね。じゃあ知らねえよ、つって。多分やってねえよ、つってね。あ、やってないな、つって。でもまあ2万6000語つったら、2万6001語からね、2万7000語までのね、1000語がね、こんなにあるんですからね。いや、それ知らないでしょ、つって。それ知らないでしょって話でしょ、でもこうやって管理してますからね、私はね。はい、エンテリックで、何、超チフス超のかっつってね。じゃあこれコピーして、ね。とりあえずね、超のっつってね、ファイル作ってね。で、これコピーしてね。で、これやっときゃいいやっつって。で、作った単語をね、こうさっきのファイルにね、こうやって入れときゃいいやっつって、こうやって。まあ、ついでに語源ちゃんも調べときますかつってね。もうエンテリックってこう打ち込んだだけでね、PDF からね、該当箇所がね、こんだけ出てきてね、シプリ英語語源辞典に出てるっつってね。じゃあちょっと見てみようっつって、こうやってゴリゴリクしてさ。で、該当箇所見てさ、エンテリックの語源はギリシャのエンテロンから発生したエンテリコス、使えねえなっつって。使えねえなっつって。まあまあいいや、とりあえず該当箇所はとりあえずね、コピーしてさっきのフォルダに入れときましょうっつって。で、まあ、念のためね、研究者の英語語源辞典も見ときますかつってね。なんかこっちの方がまだいい感じかつって。で、これでまたコピーして。こうね、軽く読んでね、こうやってね。もうこうやりながら読めばね、こうだんだんこうのすごい、ね、読みやすくなるじゃないのつってこうやって。円がいいんかつってね。で、何あ、インテスティンとちょっと、関係あんのつってね。じゃあちょっと覚えやすくなったかもつってね。このエンテリックの円はインテスティンの円と一緒かつってね。こうやってね。じゃあとりあえずこれもこの保存しとこうつって。もう三つのファイルできちゃったつってね。もうエンテリック見ただけでね。こうやって、なるほどね。つって超のかつって。で、ここでこうインテスティンと親戚かつって。まあこういう使えない語源もあったなつってね。こんな毎回やってるのにもかかわらずね、もう本当にもう見てよこれ。ね、若い人が言ってギャングをつってエクセルに打ち込んだだけよこれ。何万語レベルとかもね、載ってないでしょだってこれ。もうこれがね、これがよ、エンテリックは2万7000語レベルだったので、ちょっと2万60001語から2万7000語までの1000語を復習しましたならわかるわ。けどなんかもうちょっとなんかわかんない単語ちょっと打ち込んでみました、エクセルに。つってやったらさ、もうこの何も、うっさんくせえやつがわらわらね、ガチですごすぎます、つって。もう何やねん、つって。
もうなんかコーチングとかなんかやってるやつらって全員うさんくさくない？なんか俺だけ？もうそんなんでさ、もう下手すりゃエンテリックの覚え方まで作りましょうってやってる人間がさ、いいね8でさ、もうこんなん、僕の今日分かんなかった単語っつってこうやってたけど、いいね118はもう頭いかれんの頭いかれんのほんまに。もうだからね、もうなんか覚え方作るの嫌になっちゃってさ、今日さ、もうだからもう今日はもうあれだ、もう覚え方じゃねえわっつって、うん、あ私の政権批判だわっつってね、うん、私の政権批判だからもう全然覚えられませんよ、今日は絶対朝ないなんか覚えられませんよ、もうほんのね、もうだって私の政権批判言うだけだもんこれ。なんでおっさんのね、政権批判聞いて朝ないがね覚えられるんですかっていう話ですからね、私の政権批判はこう。He was so asinine that he assigned his son as secretary. 彼はとても asinine なので息子を秘書官に任命した。ねえ、すんげえ asinine。もうすんげえ asinine じゃないこいつ。もう腹立たないなんか。うんね、he was so asinine that he assigned his son as secretary. He was so asinine that he assigned his son as secretary.He was so asinine that he assigned his son as secretary. これをね、うん、ここ日本語訳入れちゃうとね、うん、もうこいつらがあのもう内閣官房機密費を使ってね、あの俺の家の前にあの公安を送り込んできそうなので、うん、とりあえずここをね、asinineのままにしとけばね、うん、パパーっつって、パパーっつって、彼はとても asinineなので息子を秘書官に任命したとか書かれてるよっつって。うんもうそしたら、もう彼は朝ないんだから、うん、これを、多分、この推測するだろうね。うん、で、とても朝ないんだから、もう自分のね、うん、都合のいい方向に解釈するから、うん、そうだな。うん、彼はとても息子の思いのいいパパなので、息子を秘書官に任命したかな、つって。多分そうなりますから、うん、多分私の家の前に公安は来ないね。うん、こうやっとけばね。まあ、うんざりだ。全然させない。もう再生されなーっつって、もう隣の犬も言ってるよ。再生されなーっつって、本当に。もうダメだろ、もうこのチャンネル。もうどんどん収益落ちていってんだもん、なんか。もうこの際ね、この、なんとかこの収益を上げる方法としてはね、あれ、2個目の冷房を取るからちょっと見ときなさい、あなた方のね。もうなんとか収益を上げる方法としては、そうね、なんか。編集なしの動画を1日5本ぐらい出す、うん、なんかね適当になんかこうやってこう俺が飯食ってるとこ流しながらさこうやって飯食ってるとこ流しながらさ、うん、もうこのここちょっとこうね、あ飯食ってる動画が流れたなって思ったらこう画面全体が薄暗くなってこうね、ここにこの単語テストが出てきてね単語テストの裏ではねもう全く関係ない俺が飯食ってるとこ流れるっつってな、うん、そのぐらいだったらねもう今まで作った単語使い回せばいいんだからねもう1日5本ぐらいできんだろ、うん、そういうのどうそういうの、うん、だってもうあれだもん作った俺でも忘れてる単語いっぱいあるからね見直さないから、うん、でここちょっと見直してねああそういえば作ってたっつってな、うん、もう作ったことも忘れてんだ俺な、うんさすがに、まあ、で、さすがに、うん、そうね、さすがに5本ぐらい出せばね、1日 3人ぐらい増える、いや、無理か。もう無理だな。やっぱ無理だわ。概要欄のリンクから例文をチェックしよう。ユーグリッシュとか、アルクとか、ケンブリッジディクショナリーとか、いろいろリンクを載せてるよ。再生リストから復習もしてね。